Mental Report Presents 大人の放送委員会。ご機嫌いかがですか。風ともさりと嵐岡子です。ハニワです。なりたかったんですよ僕実は。こういう姿にもうこれ見たらもうどこ行ってくかわかんない。というわけですね、はい、トロ遺跡ゆるゆるトロトロのトロトロのトロ遺跡か、はい、間違いなく穴場でしょうね。ここ行こうって言って行く人ってどのぐらいいるんだろう。スカイツリーに行って浅草の大黒屋の天ぷら食べるのに1時間半並ぶんですよ。トロ遺跡まで間違いなく行けますか。行ける行ける。バス停さえ間違いなければトロ遺跡入り口ってところで。そうですね、間違いませんね。中部地方でイベントがありまして、はい、予算があったわけではなくてついでという、はい、相乗りってやつですね。相乗り、はい、で立ち寄ったところが、はい、なんと静岡なんですね。はい、はい、私小学校の時に静岡県で住んでたんですけど、調べてもらいましょう。変わってました。まずは誰もがとりあえず行く駿府城っていうのは徳川家と関係がある。なんか家康がその政治から引退した時に移り住んだところらしいんですけど、徳川家康が来たこれは鎧。ただですね、私静岡で仕事ちょっとさせてもらいまして、地元の方に駿府城とか家康とかってみんな由来があるんですねと言ったら、誰も曖昧でしたよ。生まれ育ちが静岡じゃない方はすごく多いんですよ静岡。そうなんですか。人生の通り道と言われていて、意外にこの徳川家に対する愛着を感じない町でしたね。そうですね、それはもう本当は言っちゃいけないことかもしれないんですけど意外とまあそこはね、大人の放送委員会ですから、はい、いろいろ探求するテーマとして町を斜め読みすると何か違和感を感じましたね。私はね、はい、そうして静岡を代表するテーマパークというか、はい、トロ遺跡、はい、どんな素晴らしいものがあるのかと思いましたが、この荻原しかいいんじゃないですか。どこにトロ遺跡があるんだろうと。あるように見えませんね。なんか真っ青になって、進んでいくと安倍川餅ですね。甘辛の。やっとトロ遺跡らしきものが見えてきた、はい、見えた。誰も人っ子一人いない感じですね。はい、原野邦弘さんとおっしゃる方が全部紹介してくださいました。目が合ってしまいましたね。よかったかったです。連れて行かれたのはですね、いきなり屋上に連れて行かれました。今日は富士山が綺麗だからとにかく富士山を見てください。はい、すぐに曇っちゃうっていうことで、本当合間で素晴らしい富士山を見ることができました。はい、その時間だけでしたね。あとは曇ってて見えなかったです。で入るとこの中級亀型土器12ピースとか、これのをお出迎えしまして、ね、ふざけてるのかなと思いました。ジグゾーパズル、でも足りないですよねパーツ。そうですよね、これで亀型土器はできません。できないですよね。はい、トロ遺跡というのは弥生時代の当時の様子を復元した銭湯じゃないですよね。この絵がすごいですよね。騙し絵、あ、道かと思ったら絵じゃないか。弥生人と一体化できるというこの、こんな感じの街だったそうですね。で私今色ちょっと突っ込んじゃうんですけど、はい、この屋根が途中までが本物で、あと30センチ偽物っていうのは、どういうことなんですか。トロ遺跡の人たちの末裔の誇りがあるんじゃないですか。なるほど。しかもこの白いものは何だと。これ発掘した方たちのヘルメットですね。で私感じましたのは、はい、発掘されたものって木ばっかりだったんですね。あ、こういう。そうですよね、うん、正直ってなんかこの木の腐ったようなものばっかりじゃないですか、うん、これは見せるの結構ね大変な努力がいると思いますよ。絢爛豪華なね、うん、なんか黄金のミイラとか出てくればいいんですけどね。木のこういうのばっかりなんでさぞかし大変だったでしょうね。まあ木は持つってことですね。あ、まあ、一部こういった装飾品としてありましたけれども、なんかそのガラスとか石とかそういうものが中心ですよね。そうですね、というか木が残っていた、はい、日本で初めてのこの発掘という一大ムーブメントというかイベントが行われたわけですよ、はい、発掘調査にスカートを履いた女子が、うん、歴女の始まりですよね。ですよね、うん、しかもこの発掘のメンバーで4組ぐらいなんか結婚してるらしいですよ。あ、そうなんだ、はい、うわ。で私ちょっと調べたらですね、遺跡発掘は今全国で30箇所ぐらいやってますんで、うわ、アルバイト募集してますから、はい、高学歴の方と結婚したい方はぜひ婚活に発掘のアルバイト。東大の教授の方とかいっぱいいますもんね。いますね、うん、た
ただこういうの発掘してる人だからどういう方かは分かりませんけども、あまりそういうものに興味はないかもしれないです、ね、マニアックな方が多いかもしれませんから、ね、スカート履いてったら一頃ですよ土に埋まってものしか興味のないやつらばっかりですよ。あーって終わった時に、うん、ね、汗かなんかこうやって銅像館でやってなんか旅館で、ね、つけまとかして行っちゃうわけですよ。婚活した人は発掘のアルバイト。楽しみはですね、まあ、1時間で東京から行ける静岡でございますけれども、はい、食べ物ですね。はい、駅で食べました。やっぱり海が近いということで海鮮丼とシラスと桜エビ、すごかったです。これはね、清水港から入ってくるんで、ランチじゃないとシラスはない、そうなんだと言ってました。本当かな透明ですもん ね、 ね、オレンジ、はい、みかん、これ一年中なってるそうなんですよ。もう道歩いててもみかんだらけ。こんな寒い日でもみかん。駿府城の地図になんかすごいみかんがあるって書いてあったんですけど、なんかね、家康がなんか植種したとかっていう、元祖みかん、うん、そうそうそう黒はんぺん、あ、はんぺんが真っ黒、黒じゃなきゃいけないのかなと思ったら白はんぺんもあるんですね。僕らビジターには黒はんぺんしか見せてくれない感じなんですね。はんぺんって言っても黒だ、黒ですね。静岡茶、あ、お茶ですね。めっちゃ美味しいです。めっちゃ美味しいですね。びっくりするほど美味しい。このお茶を買いに行くだけに新幹線乗ってもいいぐらい。そうですよね、うん、静岡どん茶畑が、あ、そうそうそう、ね、うん、楽器もいっぱいありましたね。楽器がありましたね、はい、お琴の始まりのようなものもあったし、はい、あと銅鐸銅鉾、なんかパーカッションになったたんじゃないかって、お祭りの時に使われてたようです。そうですね、で私たちはまあトロ遺跡を博物館を後にしたわけですけど、目の前にはトロハイツ、はい、もうこの一帯はトロっていう、この遺跡そのものはトロ5丁目、うん、だからね、5丁目ですよね、はい、で私ここでふと思ったんですよ。じゃあここの人たちは、うん、このトロの弥生人の末裔なのか。でもトロ遺跡にここに住んでいた方はここを見捨てて違う土地にどうも移り住んだようですよね。どこ行っちゃったんでしょうか。トロの文化を築いたけれども、うん、そこからまた去っていってしまったわけですね、まあ、弥生人というのは非常に優しい人たちだったらしいですね。春夏秋冬をちゃんと楽しんでたんじゃないですか。そうですね、うん、だから今の日本の人たちのルーツなんじゃないかって、はい、今回フィールドワークしてきました。はい、勉強になりました。勉強になりましたね、はい、日本人のルーツを垣間見て、はい、楽しみましょう。ご飯が美味しいぞ、はい、大人の放送委員会、お相手は風友才と埴輪になった嵐岡子でした。それではまた。Mental Report Presence.